塩野義のコロナ傾向薬、来週、再来週にも早期承認、申請塩野義製薬の手代木務社長は7日、開発中の新型コロナウイルスの継承、中等症向けのみ薬について、早ければ来週にも条件付き早期承認申請を行う考えを示した。年度内に国産のコロナ傾向薬が登場する可能性がある。初期第2愛試験、フェーズ 2A では、4日目、 3回投与後に感染性のあるウイルスが検出された人の割合は疑悪。プラセボ群と比べて約60、80%減少するなど、優位に優れた抗ウイルス効果を示した発表資料という安全性の面では、ほぼ全ての有害事象は軽度であり、副作用も全て軽度だったという。会見した手白木社長は、非常に良い手応えを感じている。 非常に良い薬剤になる可能性が高いと語った。一両日中に後期第二章、フェーズ 2B の目標奨励数に到達する見通しで、手代木社長は、来週、再来週にはフェーズ 2B の結果がまとめられる。安全性や有効性が 2A と同様のものならば、速やか2国に申し入れをしたいと述べた。その上で、最も早く承認が得られる可能性がある。 条件付き早期承認申請を行う考えを示した。同時に、第3愛臨床試験も進めていく。手代議社長は、2月末から3月頭には供給を開始できないか、規制当局と話をしているとした。2月末なら40、50万人分。3月末には100万人分の製造が可能で、主に日本国内へ供給する考えを示した。 岸田文雄首相は7日の衆院予算委員会で、塩野義が開発中の飲み薬について、条件付き早期承認制度の適用を検討すると述べた。自民党のあまり明前幹事長が先週、塩野義から治療薬の報告を受け、厚労省を督促中などツイッターに記載したことについて、インサイダー情報の漏えや厚労省への圧力ではないかとの見方が一部で出ているが、手白木社長は、 特別なものを提示した